もののけ姫は、宮崎駿が、構想16年、制作に3年をかけた1997年に、スタジオジブリが発表した、長編アニメーション映画作品。工業収入193億円を記録し、当時、ET が保持していた、日本の歴代工業収入記録を塗り替えた。1980年に、宮崎駿が、アニメ企画案のイメージボードとして構想した同の、 作品があり、1993年に、それを元にしたい本が出版されている。1994年に、アニメージュでの、風の谷のナウシカの連載を終えた宮崎は一人準備班を、立ち上げ最初の案を破棄して別ストーリーを構想。途中、耳をすませばや、オンユアマークの制作で中断するも1995年4月3日に再開し、 安藤正志作画監督と共にキャラクター作りから本格的作業をスタート。同年4月19日に企画書が完成。5月14日に薬島5泊6日のロケ班をし、帰京後の5月22日にスタッフルームが設けられる。主題歌、もののけ姫を歌うメラヨシカズは、女性のような高い声で歌うカウンターテナーが話題になり、この作品によって広く認知されるようになった。 声優は、平成狸合戦ポンポコのオキの石田ゆり子、紅の豚のまんまゆうとボスの上条恒彦、風の谷のナウシカの、ナウシカの島本住みと、アスベルの松田洋二といった、過去のジブリ作品にも出演したものが起用されている。中世の日本。東と北の間にあると言われる江見市の村に住む、少年アシタカは、村を襲った,たたたり神と呼ばれる化け物を退治した際に、 右腕に死の呪いを受けてしまう。その正体は何者かに鉄のつぶてを打ち込まれ、人への憎しみからたたり神と化した巨大なイノシシの神だった。アシタカは呪いのため村を追われ、呪いを断つためにもイノシシが来た西の地へと旅立つ。旅の道中、乱暴採りに走る地侍との戦いや謎の男事故棒との出会いを経て、アシタカは 事故棒から聞いた神が住むという深い森がある地に向かう。明日香は山奥で倒れていた男たちを助け、彼らの村へ連れて帰る。その村は、たたら城と呼ばれる、鉄を作る村であるという。そこを治めているエボシという女は、石火屋と呼ばれる家宝を村人に作らせ、山に住むもののけや、村の鉄を狙う地侍たちから村を守っていた。明日香が助けた男たちも、 もののけに襲われたもので、呪いを与えたいのシシの神に、鉄のつぶてを打ち込んだのもエボシだという。彼らは鉄を作るために自然を破壊している自覚は、あったが、し子神に力を賜り大きな力を得た動物、すなわちもののけたちを快く思っていなかった。アシタカは、これ以上憎しみ気味を委ねるな、とエボシに忠告するが、村人たちにとってのエボシは、 生きる希望を与えてくれる女性でもあった。そのエボシの命を、もののけ姫、が狙いに来る。その正体はヤマイヌに育てられた人間の娘、サンだった。窮地に陥ったサンを、アシタカは救うが、同時に彼は、瀕死の重傷を負ってしまう。倒れながらもアシタカは、生きろ、とサンに語りかけるが、人を憎むサンは聞く耳を持たずに、助けてくれたアシタカを殺そうとする。 しかし、明日カか,から美しいと言われたサンは、動揺して思いとどまる。サンは明日カを生と死を司る神、獅子神の前に連れて行く。獅子神は、明日カの傷を癒し、それを見たサンは明日カを生かすと決める。サンは明日カを解放するうちに、次第に彼に心を開いて行く。明日カも、森と人が争わずに住む道はないのかと思い悩む。その頃、タタラ城には、 エボシに獅子神殺しをさせようとする怪しげな小族の男たちが集結していた。彼らを率いるのは自己棒である。男たちは店長より獅子神殺しを許可され、不老不死の力があると噂される獅子神の首を狙っており、エボシたちもまた森を切り開くのをもののけたちに邪魔されぬよう、それに協力したのである。たたら城を出発したエボシたちは、 人間との最終決戦を行おうとする、イノシシの大軍と大戦争を始める。ところが、エボシが留守にしたタタラ城は、鉄を狙っている侍の集団に襲われて、しまうのだった。アシタカはエボシに戦いをやめて、村に帰るよう伝えるが、エボシは構わずシシ神殺しに向い、ついにその首を取る。するとシシ神の体から不気味な液体が大量に飛び散り、 それに触れた者たちは死に、木は枯れてしまう。やがて液体は津波のような勢いで山を埋め尽くし、森は枯れ果てて、たたら状も壊滅してしまうのだった。サンは森が死んだと絶望し、人間に対する憎しみを爆発させる。しかし、明日かはまだ望みはあるとサンを説得し、二人は協力して、獅子神の首を持って逃げようとする、事故棒を押しとどめ、 首を獅子神に返す。獅子神は首を取り戻したが、朝日を浴びると同時に地に倒れて消える。その風が吹き抜けると、枯れ果てた山にはわずかながら、緑が戻り、明日香の腕の呪いも消えた。明日香のプロポーズに対し、明日香は好きだが人間を許すことはできないという3に、明日香は、それでも互いの世界で共に生きようと語る。エボシもタタラ城の村人たちに、 新たに良い村を作り直そうと語りかけるのだった。イノシシ軍団との戦闘では、倒産連の一人だけが小高い山に居座るが、イノシシ軍団の突撃で突き飛ばされてしまう。宮崎監督曰く、この映画に流行りたくて貯めてきた素材が三つも四つも、入っている。絵本手を読むと、エンターテイメント作品には通常不向きと思われる、現代の厳しい課題が詰め込まれている。 浦谷俊義が整理すると、5つになる。子供たちの心の空洞至るところに起こる、差別人間と自然との関わり人間の憎悪の、増副作用、殺戮へ突き進む闘争本能神秘主義と合理主義の対立問題がたくさん入りすぎていて、ハラハラしますねと浦谷が水を向けると、監督は以下の通り語った。解決不能な問題ですよね。今までの映画は、 解決可能な消化台を作って、とりあえず、今日はそれを超えたと、それを一つのセオリーにしてきたんですけどね。それが、映画の枠内だと。それでやると、現代で僕らがぶつかっている問題とは、拮抗しないという結論が出たんじゃないかな。監督の論では、日本の通俗アニメーションを腐らせている一つに、動機の喪失がある。例えば、監督が以前チベット民は、 犬になった王子に触発されて描いたシュナの旅である。ヤックルに乗る主人公シュナは自国を貧困から救う穀物の種、金色の種を求め旅に出る。この旅の動機は崇高だが貧乏というリアリティがない中ではうさんくさいものでしかない。明日かの旅には観客が共感できる動機が必要だった。すなわち理不尽にも傷つけられ、 呪われたと自覚した少年が、その呪いを癒す鍵を探して、旅をすることである。さらには、明日かは、自発的にではなく、村を追い出されてやむなく、旅に出る。それは自慢のヒーローというより、ヒーローであることを裏切り続ける、アンチヒーローである。そしてヒロインのさんもまた、傷ついた自分を、ミニキーと思っている、アンチヒロインである。同じ物語をたどりながら、 通常の主役であることを徹底的に裏返しにしていく。物語の図式は森と人界の対立。お辻主たちとエボシたちが激突する。ここまでは観客の予想図式と一致する。普通の映画ではこれで全部辻妻が合う。ただの宿命の対決となる。ここで予想を破壊する。宿命も何もない。もっと暴力的な図式を提示する。お辻主たちとエボシたちがぶつかる。 そのエボシたちの後ろから侍たちの大きな勢力が加わっている。さらに、それが進行した形態として、侍たちが突出して、エボシたちを飲み込み、オツジシュたちと直接ぶつかっている図が描かれる。アシタカが事態に気がついた時には、すでにこの図式のようになっており、なぜこんなことが起こったのだろう、という形で事態が転化していく。それはその中で翻弄される。 明日かの心境であり、それは観客と同じ次元になる。事件に気がつき、発生した順番の逆から出会っていくのが現代である、ためである。宮崎駿には、過去の自分の作品を一度徹底的に否定しなければ、本音で語ることはできないという思いが強烈にあった。スタジオジブリ作品への世間の期待について話が及ぶと、宮崎は、 期待に応えようとしてはいけない。一回期待を持つと、その期待を変えようとしないと返答した。宮崎駿は以下の通り述べている。100億の人口がね、2億になったって別に滅亡じゃないですからね。そういう意味だったら、世界中の野獣は、もう滅亡、絶滅していますよね。そうですよ。元は100匹いたのに、今は2匹しかいないなんて、生き物いっぱいいますからね。 そういう目に、今度人類が合うんでしょ。きっと。でもそれは滅亡と違いますね。僕等の運命ってのは、多分、チェルノブイリで帰ってきたじいさんやばあさんたちが、あそこでキノコ拾って、食ったりね、その、汚染してるんだよって言いながら、やっぱり平気でジャガイモ食ってるようにして生きていく段、ローナっていうね、まあ、そのくらいのことしか言えないですよね。それでも、 結構楽しく生きようとするんじゃないかっていうね。どうも人間ってのはそのくらいのもんだぞって感じがね。宮崎駿もののけ姫はこうして生まれた。136から137ページ。監督が言う我々が直面している最大の課題は主人公明日化の設定に集約されているという。今この世の中に生きている若者は言われのない不条理な肉体的にも 精神的な意味も含めて、馬場を引いてしまった人間たちである。それは、東、アジア、アメリカやヨーロッパ、アフリカでも、共通の運命である。その理由は、一人の人間が感じられる悲劇が、ローマ時代であろうと鎌倉時代であろうと同じ上で、ある。人口が500万人しかいなかった鎌倉時代の、日本は、現代から見れば三四水明、三死水命。 はるかに美しいところが多数存在したが、人間が悲惨の極みであったため、鎌倉仏教のような宗教が生まれてきた。破局の規模が大きいから悲劇が大きいというのは嘘で、一つの村が滅びることが、その人間にとっては全世界が滅びることに等しい、そういう意味を持った時代がある。その意味では、人間が感じられる絶望も、その苦痛も量は等しい。おそらくそれは、 歴史の様々な場所で感じ取られてきた。ただなんとなくスケールが大きいからね、こりゃ本当のドンつまりと思っているだけで。でもそれが本当にドンつまりなのかというと、そうは簡単にいかないことも歴史は証明してるから。浦谷俊吉はこの発言を以下のようにまとめている。現代の若者たちは意識の奥でみんな、 ババを引いてしまったと感じている。自分は悪くないのに、なぜか傷つけられていると感じている。マイナスの磁場のようなものを抱えている。その心の空洞に向かって明るく元気に生きよう、貧しさから抜け出して豊かになろうと言っても通じない。こうした絶望、閉塞感を大きな歴史認識の中で捉え、考え直すことで不条理な運命の中で生きることを模索し、 提示していく。なお監督は、物語のその後について、明日香とんは、その後も良い関係を続けていく。明日川は引き裂かれ、傷だらけになりながらも、山やたたら状のために努力し、それを曲げずに生きていく人物であると語っている。舞台のモデルとなった薬島の森林本作は、商用樹林文化論の示唆を受けた世界観を舞台としている。参考とされたのは、 中尾佐助の幸い植物と農耕の起源であり、日本文化の規定が稲や稲作農民ではないことを明らかにする同書の内容が政策に大きく影響しているとされる。本作では稲作農民に代表される平地の定住民とは全く別の生活圏を持つ変歴民が多く取り上げられる。もののけ姫は変歴民の世界で展開される物語である。 可能性治によれば本作は日本映画で中性史をアウトサイダーの側から描くという時代劇の革命を意図するものであり、網野義彦は本作を随分勉強した上で作られていると評している。宮崎監督は作家の芝良太郎と対談したとき、芝が新聞記者時代に京都の岩屋、不動氏名院に宿泊した際、奇怪な体験をした話を聞き、 もののけ姫の着想になったと言われている。かつて、大和朝廷の支配に抵抗し、追われた人々。祭事の衣装や東北地方のまたぎに似た、足高の衣装、彼の使う、宮やびな娘の装束など、縄文時代の文化に、ブータンや北イの焼畑県など商用樹林文化圏のものが混ざった文化を形成している。江見宮崎駿は、大和政権と、 その支配下に入った稲作農公民から追われて本州北部の山中に隠れ住んだ焼き畑、狩猟、採集、工芸を制御とする現日本人の残党と解釈している。村をまとめているのは占いで物事を決めていくという女性である。神社の中で拝んでいるのは岩倉、ご神体である岩の塊である。かが抜いた闘身が直線的で先が尖っている刀は わらび手刀という。柄の方には輪がついている。東日本各地から出土しており、東北地方を中心に8世紀ほどまで作られていた。生活雑器だが武器にもなり、坂の上の田村丸と戦ったエミの軍勢は、そのような刀を持っていたと考えられている。また、未婚の女性が守り刀を男性に渡すという行為は、小川寺演技にも見られるように求婚の証であり、 かやが決して戻ってくることのない明日かに守り刀を渡すという行為は、かやが一生お見込んのまま人生をまっとうすることを暗示しているとする指摘がある。劇中の石火屋は、火獣が発想の源。中国、ヨーロッパのハンドカノンを絵星が改良した石火屋は、少し火縄銃のようになっているが、まだつけ火のような棒で火をつけており、火縄銃のようにはいかない。火縄は小賛を、 木綿の組紐に染み込ませてあるもので、火をつけると灯っていき、ゆっくり燃える。それを瞬間的に吹くと、また少し火星が強くなる。よって、ひなわ銃を撃つときは、構えてから息を急に吹きかけ、ひなを挟み込み、火蓋を開けて、引き金を引くとひなは挟みが落ち、弾が発射される。その段階に到達していないため、5層になっている。 玉と火薬が入っているものをそのまま入れて撃つことにより、先から玉を込めなくて済むようになっている。五層は古い大砲にあったものである。弾丸が入った部品に火薬を入れ、砲身に入れる。そして木のくさびを打ち込み、点火して撃ち、くさびを抜いて、これを引き出し、示談を装填する。日には中世では、柿色の衣を着た人々で、一般平民とは区別されている。 新人、久保人とも呼ばれる。否認に関連して、浦谷敏義は、宮崎駿が尊敬する作家、堀田義恵の、定家赤月騎師匠を引用している。元来天皇家というものが、これらの遊女、白拍子、武人、猿楽、さらには武芸をこととする武人などの芸能民とともに、各種の職人、広い意味での宗教人など、いわば非農業民、 それを別の言葉で言い換えるとして、ゆうでうきしょくのと、無縁の矢からなどの、みちみちの矢から、すなわちこれら路上の変歴民を統括し、保障をする存在であったことを確認しておきたい。制作時には、ヤックルの走りの分解図、かやたちえみしの村の娘たちの衣装、あしたかが扱うえみしの矢の形など、細かい指定が大量に書かれていた。中でも、特徴的なのが、 帯の位置である。現代では古来の着物の常識が失われているため帯の位置は高くなっているが、本来はへそ下であると注意書きがされていた。一方、その下には、これは七人の侍の御船と白以来の結び方、明日香だけに使うとあった。これは主人公、明日香の現代の若者性、若さと未熟さといった暗示であるのか、と意味を問われた。 宮崎駿は、三船のあれは、子供だってことでしょと答えている。市場を生き交う人々や、特に、成熟した大人として描かれる、自己防の帯の位置は低い。烏帽子のたたらばの構成員に対する態度は、大きく二つに分かれる。戦争で人狩りにあって売られた女たちと、社会から差別を受けてきた来者と見られる描写に、対しては温かい手を差し伸べているのに対し、 描写以外の男たちに対しては、イノシシ神やその配下のイノシシたちに対するおとりとして、利用されてイノシシともども吹き飛ばされて、命を失うことを承知の上でシシ神退治に動員し、その最後の様子を眺めているなど、極めて冷淡な態度をとっている。だが、エボシは女たちに対しても重大な事実を隠している。それは、売られた鉄が武器に加工されて、侍の手に渡り、 戦争に用いられ、その結果、歴史学者の藤木久氏が奴隷狩りと称した現象が引き起こされることである。つまり、女たちは、エボシが作らせた鉄で作られた武器によって、奴隷として売られて、エボシの下にやってきたのである。当然、エボシもこうした矛盾がいつか、タタナバを崩壊させかねないことを認識していた。歴史学者の市沢明は、 エボシが明日かに告げた、私の秘密の正体を社会的弱者である描写たちに、新しい石火アを作らせて、同じ弱者である女性たちに持たせて、侍の鎧を打ち抜かせていくことで侍の力を奪い、鉄が侍のために使われるシステムを打破することで、矛盾を解消し、さらに労働によって得られた果実の分配のあり方を変えていくという国崩しの実現を図ることとして捉え、 森との戦いはこの目的の中においては、極小的なことに過ぎないとする。その一方で、エボシの出現はさんの位置づけを根本的に変えた。もともとさんは山の神へ、池にとして捧げられたものである。しかしエボシが現れ人々が山の神に対抗し得る力を持ったことで、人々は神の力の前に、ただひれ伏す存在ではなくなった。それによりさんは、 中ブラリンの立場に追い込まれ、人でも神でもない、もののけとして生きざるを得なくなった。本作は、スタジオジブリが1996年7月23日に、ウォルトディズニーカンパニー並びに、日本法人のウォルトディズニージャパンの間で国内での、ビデオソフト発売及び海外でのジブリ作品、配給に関わる、事業提携を締結したことに伴い、WDC から、 初めて出資を受けた作品である。このため、耳をすませば、までの発売元、特馬書店、販売元、特馬ジャパンではなく、WDCJ のビデオソフト部門である、ウェナビスタホームエンターテイメントになった。ただし、レーザーディスク版のビデオソフトについては特馬からの発売、販売となった。こうして、本作のビデオはすでに、アラジンなどで、日本市場に、 大きな勢力を築いていたウォルト・ディズニー・ジャパンの流通ルートで販売された。また、アジアを除く全世界で WDC 子会社のミラマックスが配給し、ブエナビスタホームエンターテイメント・インクからビデオと DVD が発売された。本作以降、ジブリは WDC 並びに WDCJ と親密になっていく。映画のレーティングシステムは日本では 一般に指定されているが、アメリカでは、PG-13 に指定された。英語版のナレーションには同じく、ウォルトディズニー制作のアニメ、ガーゴイルズでナレーションを務めていたキース・デイビッドが、起用された。1997年7月の公開後、興行収入193億円、観客動員数1420万人を記録し、 当時の日本映画の歴代興行収入第1位となった。日本歴代興行収入ランキング第1位の大当たりに制作指揮の徳間康義は仲の良い岡田茂東映会長から100年に一度の奇跡だぞと言われた。徳間は何本も当てて世界のアニメプロデューサーになると豪語した。もののけ姫は日本で公開された洋画も含めても歴代1位で、 徳馬は岡田の受け売りで100年に1本を周りに吹いた。20世紀はあと数年しかなく、このまま日本での20世紀最大のヒットの称号をキープするかに思えたが、翌年、タイタニックに抜かれた。21世紀に入りすぐに、千と千尋の神隠しで抜き返したが、徳馬はこれを見ることはなかった。日本国内における DVD と VHS を合わせた。 ビデオグラム出荷本数は2007年5月時点で440万本。1999年1月22日に金曜ロードショーで初の TV 放送がされ、関東地区で35.1%、西日本地区で40.8%の視聴率を記録した。香港での興行収入は654万香港ドル、全米では1000万ドル。2020年、 新型コロナウイルスの流行によって、新作映画の供給が困難になったことを受け、同年6月26日から8月まで、全国の映画館で本作の再上映が行われた。再上映による、工業収入は8.8億円に上り、同年12月15日に、これまでの工業収入に加算され、正式な工業収入記録は201.8億円となった。これに伴い、 同じくスタジオジブリ製作である、ハウルの動く城の興業収入を抜いた。現在発売されている DVD には、日本語、英語、フランス語、関東語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語の8カ国語が収録されている。また、2001年には、製作過程を描いたメイキング DVD、もののけ姫は、こうして生まれた。が発売された。 イギリスの若手劇団、ホールホグシアターによって舞台化される。劇団が宮崎監督の友人であるニック・パークを通してオファーしたところ、劇団が作成したテスト映像を見た宮崎監督がゴーサインを出したという。宮崎監督が自作の舞台化を許諾するのは、これが初。イギリスでは、ロンドンにあるニュージオラマシアターにて上演。 2013年4月2日から6日のチケットは発売から72時間で6月18日から29日の再演は4時間半で売り切れた。日本では2013年4月29日の5月6日渋谷アイアシアター東京にて上演される。キャストの中には唯一の日本人ニューヨークを拠点に活動中の女優、ダンサーシンガーのユこみ宮家が含まれている。 作中のテーマソング、もののけ姫も彼女が歌っている。人間以外のキャラクターは古着、ビニールやペットボトルなどの廃材を使用して作られたパペットで表現していた。ありがとうございます。